はい、皆さんこんにちは。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はノースペースのマウンテンライトジャケットのインナー3月編をやっていこうと思います。それでは早速見ていきましょう。はい、3月上旬のマウンテンライトジャケットのインナーはマウンテンバーサマイクロジャケットです。このマウンテンバーサマイクロジャケットは軽量で優れた保温性を持つマイクロフリースを採用したジャケットになっています。ショルダーハーネスが当たる肩の部分ですね、こちらは耐摩耗性に優れたナイロン生地を使用しています。薄くてあったかいフリースなので中間の保温着として最適です。3月の上旬はまだまだ寒い日が続きます。そんな時は何も考えずインナーにフリースを着用し、アウターにマウンテンライトジャケットを羽織る、こんなスタイルがいいと思います。もう一つ3月上旬のインナーを紹介します。ジップインバーサミッドジャケットです。このバーサミッドジャケットは可動性と保温性を兼ね備えたハイブリッドフリースジャケットです。ボリュームのある毛足の長いフリースで保温性を確保しています。脇の部分や袖の下はストレッチ性のあるフリースを使用し、体のスムーズな動きに追従しています。毛足の長いフリースなんですが、ゴワゴワ感はなくとっても肌触りがいいです。3月の上旬でフリースをもう一個紹介したのは理由があります。このジャケット名前にジップインとあるじゃないですか。そうなんです、このジャケットはジップインジップシステムにより専用のファスナーでアウターと簡単に連結が可能なんです。連結の動画は別動画で出していますので、よろしければそちらの方もご覧ください。概要欄にリンクを貼っておきます。ジップインジップ自体はジップの規格さえあれば他のメーカーでも連結することができます。3月中旬のマウンテンライトジャケットのインナーはスクエアロゴクルー。このスクエアロゴクルーは速乾性に優れたリサイクルポリエステルを使用しています。裏面は起毛になっているため柔らかく肌触りが抜群です。お手入れは気にすることなく洗濯機でガンガン洗えます。また不快な静電気の発生を抑える静電ケア設計を採用されています。中旬であればポカポカ陽気の日が出てくると思います。朝晩はこのようにマウンテンライトジャケットを羽織りますが、日中はマウンテンライトジャケットを脱いでスクエアロゴクルーだけで過ごせる日もあるんじゃないでしょうか。先ほどもお話ししたようにこのように裏起毛になっているため本当に暖かいです。日中のマウンテンライトジャケットを脱ぐことを想定し、インナーはスクエアロゴクルーがこの中旬であれば最適だと思います。3月下旬のマウンテンライトジャケットのインナーはヌプシコットンティーです。3月も下旬ともなれば春はもうすぐそこです。そんな春を意識して3月の下旬のインナーはヌプシコットンティーをチョイスしました。このヌプシコットンティーは腰のあるド詰めのコットン生地を使用したロンティーになります。左の胸には見えづらいですが同色の糸でノースペースのロゴが刺繍されています。コットンなので肌触りも抜群にいいです。3月は季節の変わり目なのでインナーがフリースを着用したり、下旬のようにロンティーを着用しています。そんな難しい季節もノースペースを楽しみたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が皆さんの参考になれば幸いです。チャンネル登録よろしくお願いします。また別の動画で会いましょう。バイバイ。